はい、皆さんこんにちは、ワンダリングルーシです。太鼓立志伝5、続きをやっていきましょう。藤吉郎秀吉ですね、でのプレイになります。早速続きをやっていきましょう。前回ですね、最後信長からの主命である米3000石を1200貫以上で、まあ、売ってきなさいという主命をもらっていたんで、その主命を果たすために清須の町に行って、1000石あたり500何貫かで売ってきたので、今手元に1616貫ですね、持ってます。主命達成できる状態になってますので、お城に行って早速信長様に主命達成の話をしていこうかなというところからになります。おお、猿か、待っておったぞ、主命は達成できたかということなので、はい、当然1200巻以上なのだよねって言われたので、いくら上納するか、まあ1200巻でしょ、ここは。で、残りは自分の懐に入れちゃいましょう。で、お城にまた行くと、なるほど、人物情報とかを 見たりできるんだ。うわ、信長やっぱり強いですね。統率96、武力も80あって、政務97、地方91、魅力が105。織田家当主、信秀嫡子、天下富豪、凶暴し畿内を席巻。なるほど、自らを第六天魔王に例えて既存の権威を排除。なるほどね、さすが信長ですね、能力値が半端ないですね。戦略も聞いておきましょう。尾張国の守備だ、まあそうか。であれば外に出てちょっと武家宅でも行って回っておきますか。長秀とかの話もちょっと聞いておきますかね。現実味とかね、この辺りはバーッと一通り全員見ていけば好みが書かれてくるんじゃないかなと思うので、もうここはねバーッと見て、見るだけ見て、後で一覧表のところでしっかり確認していきましょう。やっぱりね、人の好みを把握しておくのって非常に重要ですからね、考え方っていうのかな。どうしても合う合わない人ってね、やっぱり人間関係だとありますからね、このゲームに限らずですけど、まあ、そういった人ともうまく付き合っていかなきゃいけないのが会社であり社会でありというところだと思うんですけど、施しをしよう。そうだな、まずはじゃあ50巻ぐらいでやってみようかな。エラーか。100巻からなのかな。おお、100巻でもダメ。200巻からか。で、士気が1しか上がらんと。200巻上げて士気が 1? いやー、これは200巻ドブに捨てたようなもんだな。そしたら自宅に行って、休養しましょう。なるほど、主命を達成して、金をたんまり稼がなきゃいけないってことだな。だったら休養ばっかしてないで城の外に出て、いっそ岡崎の町にでも行ってみるか。初心者を対象に戦い方を指導しているところがある。なるほど、道場ね。見学しましょう。剣術の師範がいて教えてくれるんですね。早速じゃあ見ていきましょうか。移動と攻撃の方法から教えよう。なんか本格的なチャンバラっぽいですね、これ。まずは移動だが、青い円が自分の移動できる範囲だ。なるほど。武力が高いほど青い円は大きくなります。そして青い円の中であればどの位置にも移動できる。こんな感じで移動できるんですね。で、移動した後は方向を決めることができます。
なんかだいぶまったりした動きをするんですね、これは。相手がどう動くかっていうのを先読みしなきゃいけない。なんか真剣を使ってるように見えるけど、木刀であってほしいな、ここは。なるほどね。で、次は防御と秘技逃亡のやり方を教えてくれます。まず、四角で防御、秘技逃亡が選択できます。なるほど。防御の効果としては、自らの防御力が出、敵からの攻撃による体力の減少を少なくできる。気合を二つ貯められるんだ。なるほどね。で、気合が貯まれば、秘技が使えるんでしょうね、きっと。今気合が3溜まってますね。6分の3。遠くの敵を攻撃することもできるんだ。さらに複数の敵を相手にすることもあるんですね。この秘技をいっぱい集めていくのも面白そうですよね。秘技がいっぱいあるなら。で、ここで秘技を発動だな。強襲。エフェクトがかかり、ズサーっと。強襲の割にはでもあんまり、ダメージを与えられなかったけど、なんか関係あるのかな？で、武器の種類としては、刀剣槍、鎖鎌なんてあるんだ。さらに、これは何て読むだろう、クナイ。弓、火縄銃の6種類があります。なるほどね。おお、今度は槍か。槍の方が長いですね。鎖鎌を使うなんてあるんだ。すごいな。で、クナイは？いや、投げる系だよね、やっぱ。で、弓があり、弓とか面白そうだな。ただ一度攻撃すると、しばらく動けないっていうのは難点だな。で、火縄銃は弓よりさらに動けなくなる時間が長くなってしまいます、というふうに出てますね。そうなんだよ。これ読み合いですよね。相手がどう向かってくるかっていう読み合いですよね。武芸の心得がないものほどまっすぐ向かってくると。相手の秘技は避けられないのか、必ず食らうので確実に防御をしておいた方がいいということですね。ちょっと早速道場行って鍛錬しましょうか。
15日必要で5巻必要。うん。やりましょう。2人相手か。勝てるのかな。何、ヒギを使ってくるのか。ヒギ合力食らうのか。大丈夫だよね。だって離れてるもんね、場所が。何、後ろに回り込まれた。ぐはー、うわ、一撃で死ぬの。めっちゃ強いじゃん。まあ、ただ鉄壁を取得したか。まあよしとしましょう。交換を失いましたが、まあこんな感じでやっていきましょうというところですね。なので自分がどういう感じでこの戦国の世を生きていくかっていう楽しみ方の一つですね。あとは仕事をちょっと座で受けてお金を稼ぎますか。交易品を小田原の町まで移送してくれ。これ小田原の町まで行くと帰ってこれないな。なので特産品調査をやりましょう。そうなんだよ、またうんちくじいさんが出てきたけど教えてもらいましょう。目的の商業圏へ行って特産品の相場を調べると。なるほどね。じゃあ早速岡崎の町から出て仕事先拠点行きましょう。で、キオスの町に入り、座に行って、相場調査をしましょう。これで相場を確認したので、出て、キオスの町から出て、さっきの岡崎の町に戻りますか？特産品調査は岡崎の町の座の親父が依頼主で、商業圏の交易品を調べる。キオスの町のみ調べたってことはキオスの町以外にもあるってことだよね。商業圏は何かで見れるって言ってたよね。お、なんか人がいる。こういう人にも話しかけられるって言ってましたよね。商業圏は他誰がいる？どこが商業圏かな？商業圏っていう意味で言うと、ここだけで良さそうですね。他は商業圏からは外れていない。井ノ口の町がありますね。じゃあ井ノ口の町に行きましょう。で、また座に行って相場調査をし、で、これで表情まで残り18。危ないね。いくつかの町を調べた。ここはちなみに、ここはもう近江になってますね。
であれば、そうだな、一旦岡崎の町に行きましょう。で、話しかけるか。伊那忠次。人物情報で言うと、浪人なんだ。年齢11歳にはとても見えないですね。彼は。徳川家臣、忠家の子。家康の側近として、両国経営にその才を発揮する。ちょっとあまり知らない武将でしたけど、徳川幕府の経済基盤を確立と。なるほどね。辻斬りとかできるんだ。ちょっとさすがに、この序盤戦で辻斬りするのはやめましょう。岡崎の町に入って、おっと。お、稲忠次邸があるんだ。ちょっとせっかくなんで、稲忠次さんの家に行きますか。ちょっと何もできなそうなんでやめましょう。で、座に行って、お、報酬の33巻3、もう一つ町があったんですね。ちょっとどこの町かわからなかったですが。そしたら、キヨスに一旦戻りましょうか。表情が近づいてきた時に、やっぱりね、すぐに戻れるところにいた方がいいですからね。キヨスの町に移動します。んで、座に行って、また仕事を請け負いましょう。金が欲しいですからね。宝物お届け50巻。吉賀高貞様へ黄金分銅を1個。これやろうかな、じゃあ。宇都宮城にいるはずだ。だいぶ遠いなぁ、宇都宮か。表情まで16日なので、しばらくここで過ごした方がいいですよね。なので、キヨスの町から出て、キヨス城に行きましょう。で、次の表情まで、おねむに入りますか。城に行って表情を行いましょう。ライバルさっさなりまさはどうなってるんだ。力不足。ああ、どうしようかな。兵糧購入にしましょう。3000貫を与えるんで8000石で購入してまいれと。なるほどね。では早速ですけど、宇都宮に移動しつつ米を売るっていうのが良さそうですね。まずは、そうだな、宇都宮なんで、宇都宮まで行きましょう。足利の町。こっちではなくて、宇都宮だともうちょっとこっちのかな。宇都宮の町はどこだ？ここ行き過ぎだよね。合図だもんね。宇都宮の町と言われると、江戸があって宇都宮なんで、この辺りに町があるはずなんだけど、小諸。ここ沼田。宇都宮城。
なるほど。じゃあ宇都宮城まで移動しますか。で、宇都宮城に行き、品に、いくつか町に立ち寄りましょう。じゃあ、まずは、そうだな。この井の口の町にも行ってみましょうか。で、米屋の相場をちょっと聞きましょう。お買い上げ相場が750貫か。井の口の町で買った方が安いは安いですね。まあ、こんな感じで、行き品にちょっとじゃあ。町を通りながら行きますか。今度じゃあ松倉の町覗いていきましょう。米屋さんに行って相場調査。お買い上げ相場が780貫か。井の口の方がいいですね、こうやって見ると。で、続いては、場所的にはここかな？諏訪。で、相場調査で諏訪の町。諏訪の町は760か。これもやっぱり井の口の方がいいですね、ここまでのところ。8000石買わなきゃいけないからな。できるだけ安く済ませたいですよね。お引き取りが560、お買い上げ800貫高いね。800貫は高いですね。このままだと井の口が一番いいのかな。まあ、こんな感じで結構地味にいろいろ見ていかないといけない感じかな。こうやって見ると、で、ここでも相場を見ていきましょう。お買い上げ820、ここはないね。じゃあ次の町に移っていきましょう。関東の方に入ってきましたけど、関東の方はちょっと高くなってますね、やっぱ米の相場が。なので、こんな感じで行くとどうだろう。井の口の町に行った方がいいかもしれないですね。で、肝心の宇都宮城があるので、宇都宮城に行きましょう。で、武家宅に行き、この吉賀高貞さんのところに行きましょう。黄金分銅を預かってまいりましたということで、黄金分銅を預けましたので、武将の様子をせっかくなんで聞いていきましょう。ここら辺はもう読み流して、後で表で見る方がね、一目瞭然かなと思いますので、これでいきましょう。そしたら一気にさっき見てきた街をの中で一番ね、割が良かったんで、この井の口の街に移動しましょう。せっかくでもこのルートで行くなら、東海の街を回っていくというのもありだな。ただ岡崎清須と回るんだったら結局知ってる場所なんで、井の口まで一気に飛びましょう。
で、8000石を買わなきゃいけないので、8000石か、8000石は買えないと。4000石しか買えないんだな。ちょっと種名を確認したいな。兵糧8000石を購入でしょ。今3000貫しかないから8000石は買えないな。どうすればいいかな。ピンチだね。ちょっと他の町も回らざるを得ないかな。ちょっと今浜とかも覗いてみましょう。買い相場750より圧倒的に安いところを探さないと話にならないな。買い上げが780か。これでもいよいよピンチだな。金が圧倒的に足りないですね。そしたら一旦キオスの町に戻りますか。キオスの町に戻って金を50貫だかなんだかもらいましょう。座に行って、米屋に行き、買えないんだよね。3000石しか買えないんだよね。いやこれ本当に絶対無理だ。金が足りなすぎる。どうすればいいんだろう。やっぱ米がいっぱいあるようなところに、で米が余ってるところから買う方がいいですよね。京都の町とかどうなんだろう。いっぱいありますね。医師、寺、職人、南蛮寺、公家宅までありますね。ここはただ米屋にまず行きましょう。いやーやっぱり今日は高いですね。840貫。華やかな街だけど、やっぱり高くつくな。外貨相場810。やっぱこの近畿の方に来ると、どんどん高くなってるんで、やっぱ天下のこの米どころって言われるような、ちょっとこの新潟の方とかに行ってみますか。富山とか、松倉の町は行ったんで、ちょっとこの富山まで足を伸ばしてみましょう。で、米屋さんに行って、お買い上げ820か、高いね。これはどう頑張ってもなんか、達成できそうな予感がしないな。小諸って行ったんだっけ。小諸は行ったね。ってことはもうちょっと北の方まで登ってみますか。
会津とかまで行ってみるか。お、船に乗ったぞ、初めて。いやもう全国をこう練り歩いてる感じするけどね。会津まで行ったりすると。相場調査、会津町623か。いや海相場崩壊してるな。これはいよいよまずいな。どこで米を買えばいいんだ。米買うところ全然ないじゃん。どこも高いですね。今ちなみに僕はダイエット兼筋トレ中というのもあってですね、まあどうでもいい話なんですけども、夜ご飯はお米を抜いてます。なので家のお米の減り方はだいぶ柔らかくというかね、のんびりな感じ。奥さんしか食べないんで、だいぶね、伸び伸びな感じにはなってるんですが。ここでは米の値段が高いですね。お買い上げ750。しょうがない。もうここで買っちゃいましょう。お、なになに？もっと安くできると？内容説明しよう。なるほどね。スロットの感覚ですね。何が大当たりなんだ？馬か。よし、次も馬が来れば。うわー、惜しい。ちょっと早かったですね。でも446巻しかないから、もうこれダメだな。信長様に怒られるけど、これで帰るしかないですね。法は宇治継さんね、北条さんなんだ。北条家臣。ではこれで一旦戻りますか、清須に。もうお金がないっす。お、天王芸当主の春久殿がお亡くなりになられましたと出てますね。さて、だいぶ金不足が深刻化してきましたけど、どうするかなー。今みたいな種名は選ばないっていう方がきっといいんですよね。選んだ種名が良くなかったっていうことだと思います。というわけで、まぁ、ちょっと今回もかなりまったりプレイが続いてますけど、この調子でしばらく進めていく感じになりそうです。で、ちょっと様子を見ながらですね、要所要所を早送りにするなり端折ったりっていうのを今後検討しながらプレイしていきたいと思います。というわけで今回はここまでにしたいと思います。はい、ご視聴ありがとうございました。この動画が面白いと思った方はチャンネルの登録をお願いいたします。動画の視聴画面の下の方からチャンネル登録することができますので、ぜひよろしくお願いいたします。また動画の解説欄にツイッターのリンクも貼ってありますので、ぜひツイッターのフォローもよろしくお願いいたします。